眼科医の平松です。今日は、まあ、ある研究で出てきた、メガネをしてると、COVID-19、いわゆる新型コロナウイルスになりにくいんじゃないかっていう論文のことのご紹介をしようと思います。これはまあ2020年、そうですね、今年ですね、中国で報告された論文です。あくまでそういう可能性があるっていう程度の論文なんですけれども、まあ一つの参考として思っていただければと思います。一応確認ですけれども、新型コロナウイルスっていうのはよく COVID-19 とかって言いますけれども、感染症です。感染症で、まあ、肺とか咳とか、それで移ることもイメージとしてあると思いますけども、目からも移る可能性があるとは言われています。ただ、まあ、正直日本とか海外とかで、目から移りました、この人は目です、みたいなバッチリとした報告ってあんましないんですよね。目の症状が出た人が 10% いるとか、1% いるとか、まあ、いろんな報告ありますけれども、まあ、目も関連してるんじゃないかなって程度なんです。じゃあ、メガネしてる人って、まあ、いわゆるこう、ゴーグルのメガネまでして防御してる人ってそんな多くないじゃないですか、街歩いて。でもメガネしてるだけでもちょっとは効果あるよね。どのぐらい効果あるかなっていうのを見たいなっていうのが今回の研究の目的です。じゃあどういうふうに研究したかっていうと、2020年の1月27日から3月13日までの間に、中国のある病院に入院した COVID-19 の患者さん、要は入院なので感染だけを見てるんじゃないんですよ。ある程度の新型コロナウイルスの感染症をした人276人を対象としてメガネをかけている人かけてない人の割合とかを見るわけですよ。そうしてみると一般の割合とどのぐらい違うかなっていうのを見たわけです。で、276人を調べて、で、ちなみにメガネをしているって定義あるじゃないですか。例えば、たまにサングラスしますみたいな。その人メガネしてるって言っちゃうとちょっと違うじゃないですか。なので、1日8時間以上メガネしてる。まあ、要は日常生活メガネしてるっていう人ですね。で、ちなみにその人たちを調べてみると基本全員近視でしたってことです。今回の研究対象276人のうち、1人もコンタクトを使っている人、はたまたレーシックや ICL を受けている人はいなかったので、ちょっと今回はそっちの議論はなしって感じになります。で、そうしてみると、具体的に結果としては、入院している人のうち、メガネを普段していた人の割合っていうのが、まあ、いわゆる 5.8% だったんですよね。じゃあ一般の人口で言うと、どのぐらいなのかっていうと、統計があって、中国のね。そうすると、だいたいメガネしている人が 31.5% なんですよ。ってことは、31.5% の人は普通はメガネしてるのに、入院してる人は 5% ぐらいしかいないってことは、メガネしてる人の方が感染しにくいんじゃないのかなっていう研究結果なんですよ。だから、あくまで、だからメガネしまけばダメですよとかってわけじゃなくて、あ、メガネっていいのかもねって、少なくとも悪さはしなさそうですじゃないですか。なので、いいんじゃないか。じゃあ何が良かったのか。目からの感染を防いでくれる。皆さん手洗いいろいろ気をつけてると思います。マスクもしてると思いますけれども、ついつい目をかいちゃうこと人間なんですよ。大体ですね、ある研究とかだと1時間に10回ぐらい無意識に目かいちゃうことがあるっていう研究もあるっていうふうにこの論文上は書いてありますね。なので、あくまでそういう可能性があるという程度としては捉えていただくにはいいので、まあ、メガネを普段する人の場合って、まあ、新型コロナの間ぐらいはコンタクトよりはメガネにしてあげるとか、それは悪くないのかなっていうふうに思っていただければと思います。今日はメガネをしている人の方が新型コロナウイルスにかかりにくいという論文の、まあ、あくまで仮定ですけれどもね、っていうことをご紹介しました。こんな感じで新しい目のニュースとか、まあ、そういうこともご紹介していくんで、よろしければチャンネル登録いただければと思います。